皆様、こんばんは。ロルチャッハのラジオです。私は、どうする定めなのか、なんだろうか。何がいけなかったのかっていうことなのか。なんていうか、私自身の人生に対する話をしようと思うのですけれど。いけないのはいつも都合がいいように動こうとしているのか、なのかもしれないですけれど。だけど、私はそこまでして欲しいものがなかったというか、恵まれていることによる、何もかもが恵まれていることによる、逆の生きづらさというものがあったのでしょうかね。ただ問題なのは、頭の成長が少し早かった。頭の成長が少し早かったから、周りの人たちよりも頭が、多分だけど、精神が成長していたから。だから周りと自分が違って困ったみたいな。それからいろいろできたから、いろいろできて何になるんだ。そしていろいろできて、それで、その次は何を理解すればいいんだ。そして前世が仮にあったとしたら、って表現だけれど、こういうことはもう経験したことがあった。だからどうすればいいんだっていう。で、そういう経験を私はしてきたにもかかわらず、根性はそれを無駄にしているという。私は自分自身の戦略性を発揮して、こんな弱った私が言うのはなんだけれど、今の自分にはそういうのはないけれど、昔は大帝国を持っていたのかというか、覇者になっていたというか、あった気がしたんだけど。で、そういう大きな仕組みを作るのができたから、今度は人に優しい仕組みで人を支配していこうって思って。だけど戦略的に近くっていうものは、そういう人に優しいことをしているのと同時、人に優しいことをちょっと目指そうとしているけれど、どうなのかっていうと、こう以前に「うっせぇわ」って曲みたいに、自分の脳の片方を銃で撃って、そしてその代わり誰でも捌けるようにするみたいな。というか、それを使って社会全体を裁こうとしているから、その時点で自滅というか破滅の道を行っているから。だからだけど、それは そういう道を進んで、最終的には優れた自分に戻るっていう一つの戦略だったんだけれど、そうなるものなのかって思うものなんだけれど、その繰り返しで、ここまでは理解してくれる人がなかなかいない。
そういう私は何をすべきなんだ。とりあえず私は出世をしたい願望あるみたいなのな、少しは。だけど何でもないことや何か小さなことに意味を一つ一つ見出すことはできないんだ。そもそも虚無主義というか、なんというかね。私は根性は無駄にすごくするしかないのか。無駄なんてないにしても、自分の主観として無駄というか、反省として過ごすしかないのかって。そして人にも負けたくはなかった。人はいろいろ言うけれど、それを一気に覆すような天才的なきらめきを持ってどうにかしてやるっていうことで、神経エルゴノミクス、戦略的認知科学を行ったわけだけれど、通常は右回転で物事を回転させていって考えるのが普通の中で、左回転も含めてもっと完璧、10%まで残りの10%まで習得するみたいな、そういうことをやったに等しいわけだけど。だからなんだ。まあ、ゲームをやっていてもろくに元のような思考はできないよ。思考はできない。こうしたらこうなるとか、こうしたら普通はこうなるとか、そういうの。オート化してるんだ。大体オートでこうすれば頭を使わずとも対処ができるっていうふうにしてるから、だからより頭を使った行動できないようになってるんだ。だけど逆にそれを毎回毎回やってる人たちは無駄が多いというか、とも言えるんだ。で、無駄が多くてもそういうところを一つ一つまでやっていく人たちの方が出世するとも言えれば、細かいところはしょってる人の方が成功するとも言えるかもしれない。分かんないけれど、その方が効率はいいんだけれど。
私、それは私の仕事ではないとしてるんだ。私の仕事は、経営者よりも上の、経営者に指南をする人に、指南をする人っていう立場、そこを想定していたんだ。でも、思いついたのは、私の仕事につながる人をシータヒーリングすればいいな。これを聞いてくれた人、感謝いたすと言いたいところだけど、感謝というよりは大好きというふうに言いたいんだよね。これ気持ち的には。よく聞いてくれたなって。嫌いな人が見ているかもしれないけど、私も君を互いに。だけれど、そう思って。だから、だけど、そういうふうに言ったら、なんか気持ちが悪くなっちゃうから、こう言っておく。ありがとう。